では、ライブ配信の方を開始させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日豪華な実況解説で、私は完全サブで行かせていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日第20回の銀杏ボールということで、はい、そうですね、はい、すごいですね、並ぶとかなり人数が。そうですね、結構たくさん集まっていらっしゃるといいますか、すごいこれ今から熱戦が繰り広げられるんだなという感じがしますね。ドキドキしますね。はい、今はセレモニーですか。そうですね、セレモニーが行われるみたいですね。少しずつライブ視聴者も増えてきましたね、はい、あ、そうなんですね、はい、どうも皆さんこんにちは、おかげさんで皆さんのおかげでこちら熊本は晴れ渡っておりまして、はい、熱中症が気になるぐらいになりましたね。そうですね、はい、まあ、ただ雨やなかったらええのにななんて昨日言うてましたけど、そうですね、もう少し曇ったらええのにななんて人間って贅沢なんだなと改めて思いますね。まあその通りやね。実況席がこのオープンなのがすごいです、ね、はい、そうですね、今日はオープンですね。風を感じながら、資料が飛びまくりながら。雨降らんでよかったです。よかったです。まずはじめに大会挨拶を2名の方にお願いしております。熊本市アニバンコロール協会会長川西正さん、よろしくお願いします。現在フィールド中央ではオープニングセレモニーで、はい、ご挨拶ですね。そうです、熊本市アメリカンフットボール協会会長川西正会長のご挨拶です。はい、続きまして熊本市議会
熊本市アメリカ橋の協会顧問の坂本明宏様、よろしくお願いいたします。続いて熊本市議会議員、はい、熊本市アメリカンフットボール協会顧問の高本様。ああ、そうなんですね。はい、皆様、ただいまご紹介に預かりましたこのアメリカンフットボール協会の顧問をお手伝いしております高本さんと申します。第20回前もって、アメリカンフットボール選手団、ギターボールの開催に招き込みおめでとうございます。昨日までですね、熊本はすごい雨でした。で、今日も大雨の予報だったんですけども、こんなにスポーツイベント強い安倍総理よりの天気になったことは、運営に携わっていらっしゃる皆さんの思いが続いたんじゃないかなと思っております。そしてこの、コロナ禍の中におきまして、さまざまなイベントが中止されておりました。そういう中に、こうやってスポーツイベントが開催されるということはですね、非常に我々にとっても喜ばしいことであります。今日は記念すべき第20回地元の熊本バーベキューさんと、それから、聖地アメリカでも大人気でありますカレッジボール、いわゆる、地元の熊本大学の皆さん、そして鹿児島大学の皆さん、佐賀大学の皆さんと同チームでの試合ということで、私も楽しみにしております。私の選手の指導でありました元国会議員の木村一郎先生が本当にこのアメリカを取り出す愛する先生でありまして、私もその影響でなるのがこのアメリカを試合を観戦させていただきました。今日も楽しみにしております。コロナ禍で十分に活動できなかったその一分を晴らす、その一分を晴らすかのように、今日は思い切り走って、蹴って、投げて、素晴らしい試合を期待しております。簡単ではございますが、ご挨拶に代表していただきます。本日はおめでとうございます。
ここまでの司会は金沢さんでございました。ありがとうございます。さて皆さん改めましてこんにちは。第20回銀杏ボール、大変良いお天気に恵まれております。今回も皆さんと共にアメリカンフットボールというスポーツの魅力をお伝えしていきたいとこう思っております。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして私が今マイクを握らせていただいておりますタージンと申します。皆さんよろしくお願いいたします。そして解説は浜田敦則さんにお願いしております。浜田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。関西学生アメリカンフットボール連盟の、審判部、部長させてもらっています浜田敦則です。タージンとは、長年30年フットボール中継等々で、ご一緒させてもらっています。この銀杏ボールにも、過去、お邪魔したことがありますけども、久しぶりにこの場、水前寺に来させていただいて、皆さんのですね熱い思いに、応えれるようにしっかりと、努めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてこちら実況席にはもう一方、そして今現在も、生で配信をいただいています。月曜からアベフトでおなじみパーミーでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介いただきまして、本日 YouTube で生配信させていただいてます。皆さん、頑張って、いきましょう。よろしくお願いします。パーミー、それでは皆さん会場の方々も生のフィールドをご覧になりながら、はい、手元のスマホなんかでも見れるんですか？そうです、スマホで見ていただきながらルールだったりとかタッチアウトとかも見れますので、ぜひご覧いただければと思います。その辺のあたりも会場の皆さんもそちらの方もご覧いただければより一層楽しめるかなとこう思っております。第20回銀杏ボールでありますが、学生連合チーム対社会人連合チームの戦いであります。学生連合チームは熊本大学アウトローズ、鹿児島大学ボニーと、佐賀大学トムキャッツの面々です。社会人連合チームは熊本マーベリックス、鹿児島サザンロケッツ、この連合チームとなっております。それでは大変長らくお待たせをいたしました選手の入場であります。それでは学生連合チーム、さあ入場してまいりました。鹿児島大学のリードを中心に、その後続きますのは佐賀大学トムキャッツ、熊本大学アウトローズの面々です。そういう思いをですね、このゲームに一つ思い切りぶつけていただきたいな、
まあ、日頃 その練習の成果、自分たちが自信を持って、繰り広げられる、まあ、そのプレーをですね、数々を一つ一つしっかりと見たいなというふうに思っています。実際に連合チームというところの難しさはあるでしょうか。多分ですね、ユニットごとで、出場すると思いますので、多分それぞれの大学、学生の皆さんは大学の持ち味がそれぞれ違った形に出るんじゃないかな、そういうふうに思っています。ひょっとしたらディフェンスの方は連合でですね、みんなの力で止めてやろう、そういうふうなところも、一つ見どころの中にあるんじゃないでしょうかね。なるほど。さあ、こちらの方なんですが、メインスタンド側の方が黒いユニフォームが中心になっております社会人チーム、そして向こう上面の方には白いユニフォームが中心になっています学生連合チームとなっています。さて、こちらの方、中央にレフリーが登場しました。そして両チームのキャプテンが呼ばれております。浜田さん、これは、はい、コイントスのセレモニー、レフリーが投げるコインの表裏によって、勝者が決められ、その勝者によって、選択がされるんですけども、まあ平たく言えば、前半の最初の攻撃権を取るか取らないか、そのあたりを今から決めるところです。はい、今中央で白い帽子をかぶっている審判がこの試合のレフリーですけども、レフリーによってコイントスの説明が行われ、今ちょうどコイン、こちらが表ですよ、こちらが裏ですよというような説明がなされているところですね。で、白いユニフォーム、まあ、通常ビジター側というふうに呼んでますけどもの、チームが選択、まずその表か裏かをコールする選択権を持ちます。はい、結果、社会人連合の方がコイントスにはまず勝ったということになりますね。しゃべりやるか、マイクすでに。さあ、コイントスが終わりまして、社会人チームがコイントスを制し、そして前半チョイス、いわゆる前半攻撃からのスタートを取ったようであります。反対に連合チーム学生はフィールドを選んだようでありますが、さあ、浜田さん、いよいよゲームが始まろうとしていますね。はい、そうです。そして今日の試合、まあ、この試合の特別なルールというか、はい、フィールドの、まあ、線の引き方を見てもらったらご存知かと思いますが、ハーフラインが40ヤードラインになっています。なるほど。はい、通常は中100ヤードでハーフラインが50ヤードなんですけども、このグラウンドの大きさ、ゴールポストの立っている位置の関係でこのような設定になっています。ということで、キックオフは通常は、30ヤードラインから、35ヤードラインから始まるところですけども、この試合は20ヤードラインから、20ヤードラインからキックオフが始まります。さあ、その辺のあたりが、まあ、この銀杏ボールならではのルールの一つでありますので、今こうやって YouTube ご覧の皆さんにもご理解ください。ハーフウェイライン、これが40ヤードになっております。40ヤード、エンドゾーンまで40ヤード、40ヤード。さあ、キックオフは20ヤードのところからのキックオフとなります。キックオフは白いユニフォーム、ビジターユニフォームの学生連合チームであります。さあ、まず出てまいりましたキッキングチーム、こちらの方は熊大ですかね。熊本大学、白いヘルメットをかぶっているチームが熊本大学のユニットです。さあ、熊本大学アウトローズ、いよいよキックオフが近づいてまいります。キックオフ。さあ、ボールが飛んでこれを取ってどこまでリターンするか。10ヤードを超えた、20ヤードを超える、30ヤードを超えるか。さあ、どうだ、止めることができるか。ハーフウェイラインを超えたあたり、キャリア25番、25番をつけました熊本マーベリックス、前田選手ですね。前田耕作、これは浜田さんの後輩に当たります、うん、関西学院大学の OB ですね。そうですね。まあ、ワイドレシーバーとしてもおそらく今、攻撃ユニットの中にも残っているので、
この試合の中で の注目選手の一人だと思います。さあ非常にいいフィールドポジション、ご覧のようにハーフウェイラインを越えたところ、敵陣からのファーストダウンです。さあ社会人チームの立ち上がり、どのような展開か、アイフォーメーションです。さあテールバック持ちました。これをうまくブロッカー使ってゴツ抜けている、止めることはできるが、なんとか止めた。20ヤードの手前です。キャリア32番がキャリア。こちらのボールを持ちましたのはこちら井上哲郎、これが実は学生チームの佐賀大学の OB ですね。あのそういうね、あの出身の方々今日は多いと思いますけども、はい、まあ、一つのプレーで大きく前進しましたね。あのフットボールはまずは10ヤードを目指して新しい攻撃権を目指す、4回の攻撃権が与えられていますけども、その中で10ヤードをまず進むという、まあ、コツコツと距離を稼いでいく陣取りゲームですのでね、一つのプレーで10ヤードで稼いだのは大きいです。さあ同じくまたボールを持って、これ止めれるか、うまく抜けていきます。さあ10ヤードの手前まで持っていきました。これも32番ですか、はい、井上選手ですね。井上哲郎、はい、再びファーストダウン、タックルをしましたのは16番であります。こちらの方はアウトローズの栗原智也、1年生であります。見事栗原、もうだいぶあかんかったけど、はい、しかしあのもうゴール前11ヤードの地点に来ましたので、そうですね、榊連合早くも得点のチャンスです。さあまたアイフォーメーションです。おっとエクスチェンジのミス、ボールを拾い上げて一瞬プレーが崩れましたが、なんとか自分でフォローしましたね。はい、まあ、あのスナップを受けてそのボールをこぼしてしまいましたよね。はい、はい、ただそのプレーの前にタイムアウトのコールがあったという今のシグナルですね。なるほど、タイムアウト一つありましたか、はい、ので今のプレーは、まあ、あの言えばなかったこと。ああ、なるほど。ととのち、どっち、はい、学生側の方がタイムアウトを取ったようです。さて、タイムアウトですが、浜田さん、はい、これはいくつ取れますか。前半、後半、それぞれですね、各チームに3回タイムアウトをする取る権利があります。まあ、あの通常ですね、なんか作戦に困った時であるとか、ここは重要な場面だからじっくり考えて攻めよう、あるいは守ろう、まあ、今の場面ですと学生側はゴール前10ヤードに迫ってきましたので得点されるかもしれないので、ここはしっかりとどのプレーを止める、どういうところに気をつけてディフェンスをする、そういう確認が今されているんじゃないかなというふうに思います。なるほど、ただいま学生連合チームがタイムアウト、なんとか得点をさせまいと今作戦を練り直し、今フィールドに戻ってきます。ボールの位置はタッチダウンまであと11ヤードのところまで来ております。しかもファーストアンテン、さあどのような攻撃で来るでしょうか。今までずっとこうランプレー中心で攻撃戦に来ましたので、おそらくランプレーを軸に作戦を考えているんじゃないでしょうかね。なるほど、さあタイムアウトが解けて、さあ今度はああフルバック、ゴリゴリと持っていきました。今度は41番でしょうか、はい、木村進、早稲田大学の出身ですが、なんと言いましても50歳でいらっしゃる、素晴らしいですね。X リーグパイレーツで20年の選手経験を持って全てを出し切るという木村進選手、50歳です。5ヤードのゲームは中央突破としては非常にいいゲームをしました。さあじりじりと攻め込んできます。もうタッチダウンまで10ヤードは切れています。ここは止めどころ、さあアウトローズ止めるか、抜けるか、抜けたか、タッチダウン、何番目か、32番、32番の井上哲郎がボールを持ちタッチダウンです。さあ浜田さん、もう力勝負と言いますか、ラン、ラン、ランでしたね。そうですね、まあ、最初の、前田選手のキックオフリターンが敵陣に入ってきましたので、はい、もう終始、社会人連合マーベリックスの
ペースでここまで力で押し切ったというようなシリーズでしたね。なるほど。さてフィールドの方ではこれはキックですね。はい、立ち弾の後はこのように、エクストラポイント、トライフォーポイントという、まあ、いわばおまけの点が入ることになります。なるほど。これが成功すると1点プラスになりますが、今なあノグ失敗したようですね。そうですね、左の方にすごい外れたみたいですね。このようにプレースキックでゴールポストを通過させると1点の追加、もしくはその3、4地点からラン、もしくは、パスですね、ランかパスでエンドゾーンに再び持ち込めば2点も追加される。タッチダウンの後には必ずこのトライフォーポイントというポイントがつくことになります。ただもちろん今みたいに失敗すると、そのポイントが使わず、タッチダウンの6点だけになるということです。さあ結果的には6点を先取しましたのは社会人チーム熊本マーベリックスのメンバーでした。さあ得点をしましたので熊本マーベリックス社会人チームのキックオフになります。これ積極ゲームクロックは何分で動かしてない。そうですね、これは何分でありますか。これは12分です。12分ですか。はい、一応 YouTube でも結構コメントが入ってきてるので、またまた紹介をしてくださいよ。ちょこちょこ熊本の時マイク渡しますから。あ、はい、あそうそうそう、マイク入ってます。さてフィールドの方に注目いただきますと、先取点は社会人としてのやはり意地があるのか、まずは先制点でした。その熊本マーベリックスのキックオフです。さあ学生連合一矢報いたいところであります。どこの大学かな、これは。鹿児島。さあ今入っているのは鹿児島大学の皆さんです。鹿児島大学ボニート。さあキックオフリターンスタート。10ヤードを超えて、20ヤードを超えて、30ヤードを超えた。見事な思い切ったリターン。15番、今は鹿児島大学ボニート15番の小島拓也選手。ちゃうかったかな。はい、いいリターンでしたね。ハーフラインに迫る35ヤード地点まで、リターンをしました。はい、そのまま、鹿児島大学ボニートのユニットでの攻撃ですね。さあボニートというのはこれ浜田さん、カツオですか。らしいですね。カツオ、鹿児島といえば、はい、枕崎といえばカツオ節と、はい、早く食べたいです。さあこのユニット注目です。6点追いかけます。さあどうだ、ランプレー、うまくラインを越えていった感じがしましたが押し戻されています。さあ一番ボールが進んだところまで。さて今持ったのが30番ですね。ただ今は30番をつけました。こちら柳勇気さんでしょうか。柳勇気精一杯やります。宮崎西高校出身です。まあ、そういやですね、このグレーのフットパンツ、カツオに見えつきました。さあまずはランプレー、続いてショットワン、クォーターバックが下がってここからパスで来る。どうだ、短いパス通っている、見事パスを通してサイドライン手前でタッチタックルを食らいましたが見事であります。8番です。ターゲットになりましたのは8番のこちら松崎ジントです。ジント、松崎ジント選手であります。さあ見事にパス通りましたね。はい、そしてファーストダウン獲得して適宜30ヤードラインまで来ましたね。はい、さあ敵陣の30ヤードここからであります。このようにクォーターバックが下がってスナップが出ます。ショットワンパスで来る、タイミングパス、今度はサイドライン厳しいところ、ディフェンスが2人目に入った。ちょっと現地の方がマイクのトラブルあったんですけど、 YouTube の方はまだマイクが生きてますので、ありがとうございます。ぜひぜひ今ちょっとパスも通って、ね、非常にいいリズムでね、はい、ボニート来てますね。はい、そもそもこのねパッシングフォーメーションでずっと、はいはい、さあ改めてボールが出ます。ピッチして、いいタイミングのピッチ、抜ける抜ける抜ける、見事見事見事、このまま行くか、行きそうだ行きそうだ、タッチだー。14番です。元カドかな。
さあ14番をつけましたのは元カノタクマか、元カノタクマタッチだ。いやこれ浜田さん見事な攻撃でしたね、はい、ずっとパスパスと来ていましたので、ちょっと意表を突かれた形で選んで、はい、しかもオプションプレーでしたね。そうでしたね。クォーターバックがしっかりと見極めて、元カノに、ね、ピッチする、しかもブロッカーがよく出てましたので、ブロッカーを利用して、はい、うまくカットしながら右のオープンをかけてから見事なランでした。さあクォーターバックもよくあのディフェンスを引きつけてね、はい、あのいいオプションを、さあトライ4ポイント、先ほど社会人チームはこれを失敗していますが、今現在6対6の同点、決まるか、軽く蹴り込んだ、どうだ、成功です。これで7点目。ここで連合チーム、学生チームが逆転に成功しております。13番の寺門選手だとか呪文選手なのかちょっとすみません、読み方が伝わってないですが、もう寺門呪文にしましょうか私の友達に言いますので、どっかで聞いたことありますね、はい、お肉の神様、はい、寺門さんでしょうか。見事でありました、キック決められました。さあ今度は得点をしましたので学生連合がキックオフになります。さあ、はい、出てまいりました皆さんが、は佐賀大学トムキャッツの皆さんですね。佐賀大学トムキャッツのメンバーが出てきてのキックオフです。キックオフ、さあ持ってどこまで戻せるか、よく落ち着いて見ている見ている見ている、よく右から左へ、今ここでタックル、しかし30ヤードラインを少し超えたあたりまでリターンしています。はい、リターンは再び25番の前田選手でしたね。さあ25番前田耕作選手でありました。1点ですが逆転を許した社会人チーム、ここは社会人チームの意地を見せたいところであります。頑張れ熊本マーベリックス。佐賀大学トムキャッツの面々がディフェンスに入っています。さあテールバック持たせました、ここは速いスピードがあります。見事なラン、中央突破、6番ですか、今のは26番の国広修斗選手であります。彼は熊本大学の出身です。昨年は前十字を切りまして、昨年1年間は棒に振ったということを聞いていますが、見事な復活です。国広修斗選手、さあボールの位置はハーフウェイラインの少し手前、39ヤード。さあボールが出て、今度はパス、初めてのパスが通っています。タイトエンドへのパス、見事に取って、これからのランアフターキャッチ、これはキャプテンですね、はい、7番の、勝島選手ですね。さあ勝島秋選手であります。あの大柄な選手ですので、最後を生かした形でパスキャッチもね、社会ゴールでしたけども、ラクラクとキャッチをして、その後ランが良かったですね。なるほど、見事なこちらゲインを重ねました。キャプテンであります7番の勝島亜希、龍谷大学の出身です。普段は真面目なホテルマネージャーです。真面目かどうか分かりません、ふざけたい。さあここでディフェンスも思い切って入りました、今のはね思い切って割り込んでプレッシャーかけましたね、はい、まあ、わずかにゲーム2アウトに届きましたので、はい、良かったですよね。さあディフェンスも非常にアグレッシブです。ただいまのディフェンスは佐賀大学トムキャッツの面々です。レフリータイムアウトで水分補給のためのタイムアウトを今取るみたいですね。いやもう水分補給浜田さん必要ですね、はい、あのまあ、こういった天候、まあ、熱中症対策ということで、まあ、大体、1クォーターの途中、はい、半分ぐらい時間経過したところで、水分補給のためのタイムアウト、まあ、取るケースがね、あのどの地域でも
そういう対策をやってますよね。さて浜田さんなんかの時代はこういうふうな水分補給の時は何を飲んでらっしゃいました？水ですね。水、今は水よりも、まあ、ちょっとあの言い間違いましたが、はい、水にちょっと塩が入ってますね。あ、塩水の薄いやつ。そうそうそう、はいはい。なんか一応これが染色塩水やとか言ってましたけど、ね、はあ、塩加減は濃い方が良かったですね。なるほど。今現在はいわゆるスポーツドリンクなどが飲まれているようですね。ダイレクトに言うと我々学生の頃にポカリスエットっていうのが出始めましたね。あ、やっと出始めた時ですか。はい、ポリタンクに、粉末混ぜてですね、選手はかかってましたね。なるほど。また美味しかったでしょうね、スポーツの途中ですからね。しかし僕はアメリカ NFL のサイドラインで勝手にゲータレードを飲んで怒られたことがあります。勝手に飲むと誰でも怒られますね。飲んだよね。レイダースのところ勝手に飲んだから。コメント欄にですね、今佐賀大頑張ってというようなコメントもいただきます。あ、なるほど。あ、今ねこうやって、YouTube 生配信してますからいろんなコメント届いてますよ。コメントの大半は学生連合頑張れという声が多いみたいですよ。さあプレーが再開されます。さあボールを持ってテイルバック持たせました。フラッグが飛んでいますがディフェンスはいい動きをしていました。さて手前で黄色いフラッグが飛んでいます。浜田さん、これは、はい、審判団のコール、正式なコール間違いですが、ややディフェンスの選手がスナップ前にニュートラルゾーンに侵入したかなと、出だしが早すぎたかなという感じですね。はい、シグナル待ちましょう。うん、思い切ってよろしいな。あ、ちょっと曇ってきてよかったですね。風出てきてよかったですね。いやでもほんまに、はい、やはり、オフサイドの攻略ですね。でも YouTube 生配信を見ていただいて、はい、いろんなコメント寄せてくれるのは励みになりますね。そうですね、皆さん今いろんな方がですね、コメントいただいてるんです。今約60人近くが、嬉しい、ありがとうございます。もうぜひとも、はい、これいろんなコメントくださいね、はい、励みになりますよ。お待ちしてます。最後のプレーもう一度おさらいします。はい、ディフェンスの選手がオフェンスのスナップの前にニュートラルゾーン、まあ中間地点ですけども、を越してしまってます。という判定でオフサイド、はい、5ヤードのバッターになりまして、ダウンは同じダウン、セカンドダウンを繰り返します。さあなんとかここは止めたいという気持ちが現れているんでありましょう。佐賀大学、おっとパスで来る、右奥、これはオーバースローになった。ここは残念ながらパスは通っておりません。さあパス不成功。さあ攻撃は3回目、サーダウンと変わります。ここに来てすごい社会人の応援が増えてきました。YouTube コメント欄にやっぱりマーベ頑張れと。YouTube ご覧の皆さんは天の弱なのか、私が学生が多いと言ったじゃあどっちも応援コメントお願いします。できたらタージン浜田にもお願いします。よろしくお願いします。さあ今のランでファーストダウンが取れていれば1回目からの攻撃がもらえますが、どうでしょう。そうですね、ファーストダウンになりましたね。あ、ファーストダウン、非常に佐賀大学トムキャッツのディフェンス陣もアグレッシブにいってるんですが、ここは社会人の意地を見せたファーストダウン更新です。フレッシュ、まあ、お互い本当に実力をしっかりと発揮している、そんな感じですよね。はい、サザンロケッツの選手が1人入りましたよ。入りましたね、サザンロケッツお一人ですが、今日こうやって参加をいただいています。小山君、さあ頑張って。こういう時一人だけ名前呼んでもらえますもんね。さあピッチしてこれを切れ込むの、ディフェンスが阻んでいます。74番が止めましたか、見事であります。74番の江口、その前に1人外側から突っ込んで、
ランナーの走路を変えましたね。はい、それもいいプレーでした。なるほど、彼のツッコミがあったので思わず走路を右に変えたわけですからね。右肩の、タックルをまっすぐ、そんな感じでしたけども、まあ見事に2ヤードぐらいロスしたんじゃないでしょうかね。なるほど。さあこれでやはりトムキャッツの面々も力を出してくれます。さあここを止めることができるんでしょうか。まあね、直接点にかかる攻防戦ですから見応えありますね。さあ社会人チームは意地を見せるか。先ほどのプレーで2ヤードのロス、セカンダー、さあどうだ、ボールを持って抜ける抜ける抜ける、ここで中央固まっていっぱいに手を伸ばしました。キャリアは8番でしたね。ああ8番ですか。これも下がらない。さあこちらの方は8番はなんと佐賀大学の OB であります村永智人さんです。村永智人選手、さあ OB ですからね。ここは考えどころですね。サードダウンの攻撃で、これもファーストダウンの攻撃がありません。ありませんね。エンドゾーンまで行って得点するか、もし残った時フォースダウンどのように攻めるのか、非常に作戦面での考えどころです。さあこの辺のあたりも今サイドラインでもいろいろと考えていらっしゃるでしょう。さあ狙うはタッチダウン、サダンパスで来る、浮かせてどうだ、決まったか、はい、ゴール前ギリギリでタックルしましたね。ああなるほど、一瞬入ったかと思いきやこれは手前で止まってますね。はい、ゴール前ギリギリでタックルして第4ダウン、フォースダウンを迎えます。さあボールの置かれた位置からほんの少し先がエンドゾーンです。ボール1個分ついていいと思いますけども、はい、その先のゴールライン、そのボールの先端が少しでも超えたらタッチダウンが認められます。さあフォースダウン、ここは もちろん行くでしょうが、はい、どのような形か、こういう時でフォースダウンインチーズというふうな、ね、表現をしますけども、はい、この1インチの攻め合いですね、見どころですね。さあこの残りインチーズ、これをどう取るか。さあ下がって持たせてジャンプ1番、これはタッチダウンになりましたか。はい、ました、タッチダウンです。いわゆる大プレーですが見事にこれを決めて、さあこれでこの時点で逆転が成功ですね。はい、6点が追加されて今12対7ということになります。そして今からトライ方向へとキックを選択するのか、はい、2点のプレーを選択するのか、うん、この辺もちょっとね、はい、チーム その作戦の、考えところです。先ほどはキックを失敗していますから、その分を取り返すためにも2ポイントというのもありますが、どうも見ていますとキックを選択するようですね。いいプレッシャーがありました。どうでしょう。成功です。これで7点が加算されました。さあこれで13対7となっています。社会人チームが意地を見せての見事な逆転劇でありました。さあその社会人チームのキックオフになります。この第1クォーターそれぞれ攻撃権を持ったチームが得点をしているので、このね、テストの取り合いという、はい、フットボールとしては非常に見応えあるゲームになりましたね。今この現地でご覧の皆さんも、また YouTube ご覧いただいている皆さんも楽しいゲームですよね。はい、このあたりでね、どちらがどうこの均衡を破っていくのか、うん、はい、次また熊本大学アウトローズのユニットがレシーブに入りました。さあ学生連合チームは今度は熊本大学アウトローズの面々が今入っております。熊本マーベリックスの今キックオフ、さあゴースタート、今5ヤードからスタートしてこの辺りで捕まりますが、いやそれでもおよそ20ヤードのゲインじゃないですかね。リターンですね。ねえ見事でした。悪くないですね。ねえ思い切っていきます。リターンの2番です。リターナーは1番をつけました。1番は、吉末翔太選手。あ、彼は大学院1年生だそうです。でいいんですかね、コントローズ2年、多分2年か2番やったこのまま2番か、はい、ちゃうかったかな、まあいいか、
コナバックね、コナベックスが西大の一番。なるほど。さあ短いパス通ってますか。はい、通ってますね。見事ですね。今日東京から来ました。本当ですか。何番ですか。ボールキャッチしたのは10番ですね。今キャッチしたのは10番ですね。翼選手4年生です。4年生。なんとこの北条君は蝶のように舞い8時ぐらいに帰ると書いてます。まあ早く帰ってください。今まさに実況の方にもですね、タージンさんの実況は聞きやすいと、ありがとうございます。YouTube コメントいただいてます。本当よかったらまたコメントください。ええことだけでいいから。さてちなみにでございますが、今熊本マーベリックスに入っています1番をつけました選手、こちらは荒下健選手、日本大学の出身です。彼は今日は東京から参加をしていただいています。1番です。ちょうどあのフィールドの真ん中後方ですね。さあボールが出てパスで来る、通っている、見事。キャリアは2番ですね。2番の選手です。2番の選手がボールを取りました。こちら落合龍之介、西南学園出身です。まあ、今のシチュエーションサードダウンで残り2ヤードぐらいでしたから、はい、その確実にダウンで、うん、更新を狙うという方が多いですけども、まあ、見事にショートパスを決めましたね。そうですね、いいプレーでした。さあ素晴らしいプレー選択で第1クォータータイムね、ちょうどちょうどハーフエラーにやな、なんかやる言うやんな。ここで第1クォーター終了ですかね。はい、第1クォーター終了で、浜田さん、この場合は先ほどまでは学生連合はフィールドメインから見ますと右から左へ攻めてましたが、はい、第2クォーターになるとそれが逆転変わるんですか。そうですね、ハーフラインを境界線としてちょうどその対象の位置にボールが置かれ、そして攻める側も変わるんですけども、ボールは今ちょうどハーフライン上ですので、はい、まずこのハーフライン上のボールを境にして左右入れ替わると、そういうふうに考えていただいたらいいと思います。さあ今は第1クォーターを終えて、まあ、浜田さん第1クォーターだけなんですが振り返ってみてどうですか。いいゲームですよね。先ほども申しましたけども、全てそのオフェンス攻撃権を得たチームがタッチダウンに結びつけてるんです。はい、こういうゲームってなかなか珍しいというか、練習がなかなかできなかった中で、うん、タッチで得点まで結びつけれるというのはやっぱり非常に皆さんの思いがこもったゲーム展開だなというふうに感じますね。なるほど。